こんにちは、今回はですね、今幕開けでクラウドファンディング中のマルチツール、こちらをご提供いただきましたのでご紹介したいなと思います。これだけだとですね、どういったものかわからないのでちょっと展開していきます。ここで第一形態がペンチです。こちらがですね、ペンチになってまして、先っぽがラジオペンチで、真ん中のところがペンチ、そして根元のところはワイヤーカッターになってます。続いてですね、こちらまず閉じますね。閉じて、今度ここです。ここが何になってるかっていうと、シャキンと出てくるハサミで、ハサミなんですが、こういう風にね、しっかり握れるようになってますので、だいぶね、使いやすい作りになってます。大体のものってね、この辺がなんかこう短かったりとかして結構使いづらかったりすると思うんですが、これはね、しっかりしてます。さあ、これでハサミがありましたけれども、他にはね、例えばここにはこれね、分かりますかね、ファイヤースターター。このファイヤースターターですが、こういうふうにね、取り外しができるようになってます。こんな感じですね。でこちらがドライバーですね。ドライバーとマイナスドライバー、このね、マイナスドライバーのところには栓抜きも備え付けられてます。こうシュポンと抜けるやつですね。でですね、こちらのファイヤースターターに関しては、このね、表面にね、黒い塗装がされてます。黒い塗装というか膜かな、膜みたいなのがあるので、まずはね、これを削ってあげないといけません。こういう感じでですね、表面のマグネシウム、これが出るまで削ります。これがね、元の形ですけれども、ここにはね、ナイフが入ってます。しっかりとですね、切れそうなナイフですが、やっぱりね、これナイフが入ってきてますんで、携帯するときはね、注意が必要だと思います。むやみやたらに持ち歩くのではなくて、アウトドアに行くときとかですね、キャンプをするときだけ持ち運ぶというのがいいんじゃないかなと思います。でここにね、ギザギザしているものが見えてますが、これがね、ノコギリです。ノコギリがついてまして、これね、ちゃんとね、ストッパーがついてるんですよ。ここにストッパーがありまして、これを押さないと収納できないということになってますので、
このままね収納しようとしても収納できません。こういったねストッパーがあると便利ですよね。さあ今度はねノコギリ行ってみます。はい、こんな感じでねしっかりと切ることができました。キャンプ場でね結構木を加工したいっていう方もいらっしゃると思いますんで、こんな感じでねすぐ取り出せるノコギリがあると便利かもしれません。はい、こちらがすべてですね展開した状態です。もう一度ねすべて説明しますと、ラジオペンチ、ペンチ、ワイヤーカッター、ノコギリ、マイナスドライバー、栓抜き、プラスドライバー、ファイアースターター、ナイフ、そしてハサミということになってます。これらすべてをですね、個別に持っていると、まあ、なかなかね、かさばってしまうんですけれども、これはね、もう閉じてしまえば。たったこれだけです。たったこれだけでなかなかね軽量な作りになってます。でこの塗装もですね剥がれにくい塗装がされているそうなので、結構ね見た目的にもだいぶかっこいいものなんじゃないでしょうか。ベルトループがついてまして、ここでね服に引っ掛けることが可能になってます。こういうふうに掛けることが可能になってます。歩いても大丈夫そうですね。はい、ということで今回はマルチツールのご紹介をしてみました。この手の製品には珍しいですねファイヤースターターがついてたりとかノコギリがついていたりとかっていうのが結構特徴なんじゃないかなと思います。重さもですね 195g と軽い作りになっていますし、錆びにくい加工がされていますので、キャンプはもちろんのことなんですけれども、例えば釣りとかですね別のアウトドアのシーンでも使えるんじゃないかなと思います。この製品なんですが、ただいまですね幕開けでクラウドファンディング中です。概要欄に URL を貼っておきますので、気になった方はですね幕開けのホームページにて購入してみてください。久しぶりにですねいい製品をご提供いただきましたので、これはですね、一軍のキャンプギアとして使っていこうかなと思います。今後ですねこの製品を使っている様子がどんどん映っていくと思いますので、よろしくお願いします。それでは。